じゃあ行きますよ。じゃあ乾杯。お疲れ様でーす。お疲れー。待って、これ蓋開けてなくない？あ、そっか、忘れてた。いや、やば、何飲むの？いい音が鳴ったよ。みんな大好き金麦。大人じゃん。大人か。乾杯しよう。グレ、レ、レモン。そうだよ、レモン。おお、いい音。殴りまくってる。やばい、まあいいか。じゃあ、はい、乾杯しましょう。はい、じゃあ乾杯。乾杯。カーン。なカーンって。じゃあ、いただきます。いただきます。わ、ついよ。 9% だ、強すぎる。こっちは 5% なんで、全く強くないです。あー、 9% 強い。どうよどうよ、この角。え、それ角？あ、これ角だよ、トリケラトプス。あ、そうなんだ。あかわいいんじゃない。うわ、やめてくださいよ、ちょっと。まず、何？今どこにいんの？そんなことより。今？ガルタル君どこにいんの今？まぁ、ちょっと LINE で言った通りだけど、今静岡に出張してるんで、ね、なんかおしゃれな。ホテルに泊めさせて、まぁ、全泊で今、静岡に来てます。すげえおしゃれじゃん。しゃれてるね。やばいね。頑張り時ですよ。頑張りましょうよ。頑張りますよ、静岡。爽やか食べれる時間はないけど。え、食べて帰ってきてよ、爽やか。いや、時間的に無理。もう、あ、そんなに仕事で打ち合わせしたらもうすぐも帰っちゃう。巣鴨？なんて、巣鴨じゃない、すぐ帰っちゃう。あ、なるほどね。やばい、これもリモートあるある。え、なになに、元気してた？あ、元気元気元気。ごめん、なんか話かぶっちゃうね、リモートだから。難しい難しいね、初めての試みだから、うん、ね、やばいわ、酒飲まないとやってられないわ。やってらんないね。ちょっと恥ずかしいね。恥ずかしいよ。画面見ながら喋るって恥ずかしくない？恥ずかしい。やばいっすよ。もう酔ってきたわ。渡るくんもさ、頭トリケラトプスにしないの？じゃあ今手で作っていい？あ、いいよ、別に。髪も乱れちゃうよ、でも。あ、トリケラトプス。はい。トリケラトプス。落ち武者みたいだね。落ち武者っぽい。いや、渡るくんやんない方がいいよ。普通のままでいた方がいいよ。そうだよ、その、視聴者さんさ、私たちがなぜ遠距離してるかとか、うん、てかそもそも遠距離してること知らないよね。あー、そっか。言われてみれば確かに、ちゃんと話はしてないかも、ね、動画上だと。うん。じゃあちょっと、簡単に説明させてもらうと、僕のまあ実家が栃木なんですね。で、栃木のまあ実家のところで、まあおばあちゃんが今、まあ、介護をしなきゃいけない状態になっていて、うん、そこのサポートを、今手伝ってる。うん、っていうのがメインで、ちょっと実家からね、東京まで今お仕事通ってるっていう状況ですね。偉すぎじゃない？だって東京とさ、栃木って距離すごいしさ、もうおばあちゃんのために実家に戻って、うん、介護しながらまた東京みたいなさ、壮絶、うん、壮絶って言っちゃいけないけどさ、大変だよね。偉すぎるよね。うん、まあ大変っちゃ大変だけど、まあしょうがないよね、家族だから。家族というか身内だし。そっか。なんかすごい思うのがさ、うん、おじいちゃんおばあちゃんがあって生まれてるわけじゃん、うん、自分たちって。そうですね、確かにそうですね、はい。だからなんか当然っちゃ当然かなって感じ。確かに。やっぱあんまなんかそこに対して抵抗とかストレス溜まってるとか全くないから、それすごい成人だよね、まあ、本当に聖なる人。そんなことない。そういう風にやってる人はまあなんかこの年だったらいるでしょ、多分。分かんないけど。かー、まあ、うん、そうだね。リアクション困ってるから変えよう、もう笑い。あ、すいません。さ、まあ遠距離になったじゃん、うん、我々。でもさ、多分週 2,3、うん、で会ってたじゃん。まあ確かにそのぐらいかな、頻度で。会ってたけど、ここ最近ちょっとさ、渡るが忙しくなって、今多分2週間ぐらい会ってないのかな。2週間じゃ1週間半ぐらいか。そうなんですよ、10月後半ぐらいからちょっと忙しくなっちゃって。うん、そう、なかなかね、時間が作れないっていうところがあるって。引っ張ってきた。まあ、あとちょっと実家のね、都合もあるからさ、なかなかね、うん、こっち来れないんだよね。ね、でもね、来てよって私ね、言えないんだよね。やっぱさ、実家でさ、こう、渡るが頑張ってさ、おばあ様介護してるからさ、しかも働き盛りじゃん、渡るだって今、会社で。で、東京と栃木を復興でしょ。なんとか
力になりたいんだけどね。いやでもなんかそこをさこう理解してくれてるってだけで十分俺は嬉しいよ。本当に？だからなんか別に会う頻度がじゃあ多ければ幸せかって言ったら別にそんなことないから、はい、こういう状況が多分死ぬまで続くわけじゃないから、まあね、ちょっとあの負担かけて申し訳ないんだけど、今はちょっと、まあ、こういう状況一緒に乗り越えられたらまた多分強くなるよ強くなるっておかしいなまあでも成長できると思うから。あの青木はですね別にありがたい。あごめん、はい、めっちゃ被ってる。リモートがあるある。難しい。あのさ、でもね、あまり会えないっていう寂しさ、私は渡るくんの忘れてった歯ブラシで埋め合わせてるから、あの、別に大丈夫ですよ。はい、忘れたんですよ、歯ブラシ。ね、歯ブラシセット、大丈夫ですか？そうなんで、忘れちゃったんですよ。そうだよ。やばい。酔ってきた。やば、9% だよ。やばいよ、渡るくん。9% やばくない？ 9% 高いね。やばいよ。ねちょっとさ、見て。え？なに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 ？え、ほんとに？いや、デコ上げてるの可愛いと思うよ。ほんと？ありがとう。下手か。で、見て見て見てこれ。すごいんだよ、これ。見て、背景ボケない？おー、確かにすごいね。すごい、化粧系 YouTuber。うん、どうでしょうか、ほら。背景ボケボケ。あ、てか何？ネイル変えたの？緑なってる？グリーン。え、わかります？うん、変えたね。変えました。その飲み方何？うまいっす。あ、てかさ、聞き忘れた。え、何何？あのさ、なんかさ、仕事場がさ、東京じゃん、今。毎朝さ、通勤ってやばくない？1時間以上とかじゃない？多分。やばいでしょ。1時間50分くらいかかってるから。あ、そっかそっかそっか、そうだよね。ドアトゥードアだったら多分2時間半くらい。うん。え？ドアトゥードアだと多分2時間半かかんないくらいか。やばくない？え、じゃあ朝何時起きてんの？やばい。朝5時過ぎかな。マジか。え、だってその時間ってさ、私がマリオカートして、うん、多分寝る時間だよ。ふざけんな。なんで運転してんの？その時間。運転してる！頑張って！グランプリ！優勝！お互いメインの時間が違うんだね。戦ってるから、私も。朝早くから戦ってるから。ね、え、最近さ、渡るさん、家族とどうなの？なんか、ちょいちょい家族の話聞いてたからさ、前まで。あ、家族ね。いや、ゲップしちゃった。ゲップやばー。全世界配信。家族か。そうだね。うん、ああ、そういえばね、両親が多分結婚してもう30周年ぐらい経つのかな、多分結婚して。はい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 。だからね、最近あの、GoTo でさ、お、すごい安くなってるじゃん。はいはいはい。だからね、あの、旅行プレゼントしたわ。偉すぎじゃない？普段さ、なんか両親二人だとさ、あんまりこうなんて言うんだろう、めちゃくちゃいいとこみたいに行かないらしいの。まあまあ二人だからみたいな、良くないみたいな。うん、まあね。今までさ、両親になんかプレゼントとかあげてたりしたけど、もう少しちゃんとしたもの、まあプレゼントもちゃんとはしてるんだけど、うん、他のものあげたことないなと思って。うんうんうん、だからこそ、ちょっとこのまあ GoTo キャンペーンを借りつつ、結構いいとこのホテルを、あ、旅館か。そう、プレゼントさせてもらって、すごい喜んでた。どこ行くの？たまたまなんだけど、静岡なんだよ。あ、あ、そうなんだ。静岡なんだ。静岡。ここじゃないけど、静岡で、ここって言ったら有名な旅館。え、めっちゃいいじゃん。そう、めっちゃいいんですよ。え、爽やかなハンバーグさ、食べてきなよ。うん、何その手？ハンバーグこねくり回してる手。あ、そういうこと？うん、そう。作る側の気持ちをね、やってたのね。そう、そう。そう、めっちゃ美味しいじゃん、まあ、爽やかなハンバーグ。まあちょっと両親に言ってみるよ。ほんとね、ジューシーなの。ほんとにハンバーグっていう概念を変えるの、あれ。俺あのハンバーグさ、好きな食べ物ランキング2位なんだよね。え、そしたらさ、わたる、この、今度さ、うちの家にさ、なんか、あの、泊まった後、ランチでさ、あそこ行かない、上野のパルコの中にある、黒丸。うん。あのね、生ハンバーグなの。そう、生ハンバーグ。へぇ。1200円ぐらい。ああ。あ、まあいい値段するね。あ、確かにそうだよね。本当に。とろけるって。個人的一番好きなのがね、ゴールドラッシュ。はい、何ゴールドラッシュって。いや、渋谷に本店があるんだけど、はいはいはい。めちゃくちゃ美味しい。え、そうなの？とろけるの？もうね、肉肉しい。あ、お、いいね。肉肉しい。え、今度行きたい。行きたい。ね、行こう行こう。行きましょう。食べたい。お肉不足。ダイエットキープ中だからね、今。もうお肉不足ですよ。最近結構ダイエットしてるもんね。そう。ダイエットしたりしなかったり、ダイエットしたりしなかったり、ダイエットしたりしなかったりみたいな感じかな。うん、どんな感じで
え、でもさ、ジム行きたいんですよ、うん、ジム、渡ると一緒にジム行きたいの。ジムめっちゃあれじゃん、レジェンドじゃん、テクニシャンじゃん。全然ですよ、もう最近もうちょっと言い訳になっちゃうけど忙しすぎて行けなくて。マジか。本当は走ったり運動したり。そうだね、行こっか。あ、そう、行きましょう、行きましょう。いや、なんか新鮮だな、こんな感じで動画を撮るの。マジで。あ、ね、新鮮だね。ね、いつも隣にいるからさ、安心感あるんだよね。いや、そんなこと、いや、私は別に、あれでも別に、アドラ君の歯ブラシで十分ですよ。何お酒でごまかしてるの。まあでも、たまにはいいんじゃないですかね。あ、こういうリモート、配信とかで、うん。うん。たまにはいいんじゃないの、うん、家掃除しなくて済むし、渡る君が来るために。不満じゃないかよ。だから、いいなーと思って、コスパいいなーって。いや、動画でコスパとかやめてくんね。したら、この後は普通に二人で話すか、動画外で。ああ、もう動画終わりにする？動画終わりにしよっか。こんなね、酔っ払ってる、間抜けな姿、あんまり視聴者さんに見せたら、多分嫌われちゃうから。でもこんなことしないよ、青木。この頭の。トリケラトプス？トリケラトプス。これやばくない？これ。こんなんで外歩けるかな？歩けるんじゃない？コンビニぐらいなら。あ、歩けるんだ。いや、デコピンしたいわ、デコピン。え？デコピンしたい、デコピン。やめてー。はい。もうこんな感じで、じゃあ動画締めましょうか。いや、すげえ困惑するわ。これ大丈夫？本当に。いや、俺わかんないんだけど。めっちゃいきなりだよね。本当に感覚。そう、初めてだから、リモートは。じゃあ一旦これをね、見ていただいて、うん、こうした方がいいんじゃないみたいなのがあったら、ちょっと改善すればいいか。ね。そうですね。じゃあこんな感じで終わりましょう。今回の動画が少しでも楽しんでいただけた方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。ツイッターと。お願いします。あ、やばい。やばい。タイムラグ。頑張れ。インスタグラムと公式 LINE アカウントと、あと、わたるくんのノートもありますんで、そちらも画面の下からフォローお願いします。お願いします。どう、ラグってない？ラグってる。完璧。完璧。完璧、トリプレア、トリケラトプスちゃん。トリケラトプスー。トリトリー。つらい。ちょっと、リアクションしてよ。リアクションしてよ。いや、ちょっとあえて、ちょっとムスッとしてみた。また、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。